はい、皆さんおはこんばんちは。ゆっくりマリサだぜ。霊夢よ、ちょいちょい話題になる横 BOS ま。裏をつくのが少し難しいかにしても割が良すぎるぜ。いくよー、いくよー。こちらも最近話題のシーット、実際対面どうなのかしら。差し込みや木を咎められる以外はまあって感じだな。キャンプ見えたらガード張るように意識しなきゃだぜ。お、引っかかった。とりあえず崖上がって。残念、ちょうど上がられた。よし、セーフ。しかし外れていくと。いてぇなぁ。おい、よしよし。3発目が当たらん。うん、つらい。冷静に回避も見られて嫌な感じ。下手な深追いされるより攻撃される方が怖いぜ。割と余裕で耐えられたぜ。いくらって。セーフセーフ。バーストされるはずが逆になるという超ラッキーポイント。あー危ないね。ワン、ツー、スリー。いくよー、いくよー。ワン、あぶねえな。おい、お相手さん発信の横スマで笑う。抜けたからいいものの、あれバーストあったからな。そしてこういうところ針で止められると怖い。そこも暴れてくるんかい。お相手さん C クラシからねから技ってくるわね。あれ下強当たり得意上バーストあるから要注意だぜ。うまい下地があった上での力技って上位だからな。あと下強グー上使ったらわかるんだけど、めっちゃ便利。下強自体はリスクそんなないしな。いや、来るんかい。危ねえ。まあここまで来れば相打ち状態だろ。まずバースト隊に持っていくこと優先なんですわ。やったー、いくよー、くよー。やっぱこれなんだよな。やっぱりリスクの割にリターンが高すぎる。立ち回りからバーストまでなんでもごぞれだぜ。軽石ポカポカもあったりで 80% 台から飛ばせてたのやばい。そしてクーエも当てていく。ダメージも多いし一流流れだぜ。回避しないか。捕まえて発射。残念、普通に飛び越えられた。あぶねえ、ミスりまくってるけどギリギリどうにかごまかせてるやつ。当たれー。まあここまで来れば死ななきゃ安いもんだけど。おめえ授かってんじゃねえよ。おこれは一発食らわせてやるぜ。お相手の方が上手だったんだよな。うまく決めたかっただな。なんか変な当たり方するな。空の裏当て判定はよくわかんないわ。私もよくわからん。これはしゃあない。サンダガが当たらん。お相手さんの回避がうまいのよね。だがもういいダメージだから無理やり1点4にしていくぜ。若干面倒くさくなってんじゃないわよ。でももうストックないし、お相手はきついはずよ。空母とかウエスマどっか引っかからねえかな。ちょっと怖いわ。その場回避が多くなっていく。まずい。リードこそしてるものの雰囲気悪いぜ。まあ叩け台でロックオンしてさ、自己率が高すぎる。ガラキだ。いくら優秀な苦心といってもあと引き分かれるぜ。2回目は威力も弱いから強気にかれるしね。行くよ、このラスタートは珍しい印象。うん、メテオやバースト技向きをつければ詰め切れそうだが、そしてこの横ビーナー。とても痛い。一発が大きいし、どんな時でも油断ならないわね。空軽いから壊されるのがひたすら怖い。危ねえ。今の地味にヒットストップで危なかったやつ。横 B 暴れに白玉にリーチでゴリ押ししてくる個体いるからな。 DA とかグインと伸びてくる時あるからね。いつもの地蔵レール60% 台で持ってかれたのが辛すぎる。また綺麗だ。硬直長すぎ。分かってても見るたびを持ってしまうやつ。気づけばこんなダメージだぜ。今のは冷静なインクウェイ。シールド張るしかないのが悔しいぜ。まあ一応タイミング掴んだ横回避でマシにはなるわよ。グー下は2度も食らわん。ああいう密着が反撃チャンスなんだぜ。あ、いや、さあ、これはラッキー。よしよー。やっぱここから打つサンダガの圧はでかい。ワン、ワン、ツー。まあそうなるわよね。特に空連携中心だから煽りめっちゃ食らうんだよな。けど俺めげないぞ。いい流れ。技の威力自体では負けてないと思うんだがな。あかん、ここ怖いところ。発射。反撃し使いらせてもらうぜ。まだ来てるだけ。捕まりに当たります。ま、もう攻撃もらしてる場合じゃないわよ。そんなことわかってらー。とりあえず帰らせてくれ。食う前で潰そうと思ったら出なかったぜ。掛け合いミスったら負けるし、下手に手を出す場面じゃなかったかもね。そして次はロイト。キーブレードの素晴らしい判定を押し付けるには最適の相手だぜ。暴れは強くないからやっぱり密着が少し怖いけどね。甘い差し込みをすると一気に稼がれるからな。浮かして、ワン、ツー、スリー。
ちゃんと上拾ってくれる弱が偉い。特別速いわけでもないけど刺さる相手には良さそう。あまり使わず空母媒体、向こうからの密着許すとこれなんだよな。このすり抜けポイントわかりにくい。わかる嫌い。あぶね、神で助かったやつ。横スマはもちろん下手すると横強でも死んでたんだよな。ここの崖大事、チャンスだぜ。やったー、挑戦状というステージをしっかり活かしていく。ちょうどいいとこに台があるんだよな。根元じゃなくて助かったやつ。ほかほか具合では60パーぐらいで死ぬから注意だぜ。そしていつものごまかし、枯れないよな。果たしていつまでごまかしがつくのか。危ねえ、軽い視線上低いしでワンチャンあったわね。前に着地してたら上スマで飛んでたな。ダウンしたわよ。踏まれた、流れで外に出す。まあこれはしゃあない。ちょっともったいない気もするけど、このまま固めてやるぜ。お抜けた、あ抜けてね、ピーネ抜けろ、ピーネ抜けろ、何も抜けねえのよ。抜けよ抜けよ、いいよ抜けよ、早く抜けよ。やったぜ、2回当てればいいってな。コスパ良さそうで別に良くなかった横スマ2連。相手のダメージ次第だが、まあ密着してる時が狙い時だな。捕まえて、ワン、ツー、スリー。反撃が美味しい。今ので23パート。まずい、捕まえて。適当に食え塗った助けが回ってきたわね。許してくれだぜ。こういうキャラに流れ取られると一気に破滅するわよ。なんか説得力あるのが腹立つ。危ねえ技狙ってくるな。そこから食うエコするのは相手面倒そう。ワン、ツー、スリー。そして着実に追い詰めていく。痛い。しかしこんな時の横 B だぜ。相変わらず困ったら振るやつ。いや相変わらずいい技でな。ついつい頼ってしまうぜ。いつか横 B 見破られて横スマぶち込まれそう。それがあるから連打は禁物だが。しかしごまかしはつくぜ。ビッグ1殺特有現象。これ以上は食らいたくないぜ。おいいおしい。今回は横スマ外していく。タイミングシビアだしダメージ高かったからな。なんかそれっぽい起点は作れてるけどフィニッシュできてない感。思いっきりは何でもない。このなんとも言えない状況が微妙だぜ。と同時にお相手もポカポカしてきたから逆転が怖いわよ。危な、今のはヒヤッとしたぜ。お待ちください。ワン、ツー、スリー。やったー。やっぱり最後に頼りになるのはこれなんだよな。苦しくなればなるほど普段使っているのが頼りになるという。いくよー、いくよー。そして背景にぴったりな見た目をしたやつが来たわね。参戦ムービーのようにぶっ飛ばしてやるぜ。と言いたいところだが普通に運ばれそうなんだよな。まあ人が正しくふわふわしてるしでクーエレンが怖いわね。捕まえて。クーエ当たらない問題。次はクー前で安定狙うぜ。前回はいいんだがダメージ高すぎたぜ。だがキャッチ狩りしていって判定を押し付けていきたい。チャンス、もう一発。なんだかんだ押し込んでいく。このまま先行したい。ほらー、オートバした。まだ終わってないぜ。しかしさすがに届かないと。まあメタナイトだしな。ガラキだ。そこのガードはダメだぜ。詰めた時にありがちなやつだわ。お値に突き阻止するとはやるなお前。別にお前としてねえだろか。あかん、あーそれやめろ。苦しゅうないぞ。ちょうど 30% のダメージです。バカげてるぜ。よし、あたいの不動なダメージソースだからな。他が大した火力じゃない分これ食らうと一気に苦しくなるぜ。気づけばこんなダメージだものね。セーフ、いつもの。まあまだ1回目だから。追い出されたわよ。ここはカーク降りて。残念、今の下調もかなり悪。まだ崖展開は続いてしまうと。とにかく上がらせてくれだぜ。めっちゃ危なっかしかった気がするけどセーフ。2回だけ掴んでたけどなんとか見逃してもらえたわね。助かったからにはもう少し粘りたいぜ。発射。よーし、これはでかいぜ。グー N から 40% は確かにでかい。やっぱ3発しっかり当たると稼げるんだよな。浮いてるコーファーの相手にプレッシャーかけていけ。やったー。爪楊枝で届かないところからぶっ放してやったぜ。そして横 B も全弾入っていい調子。パキッと。もう少し前に出るべきだったか。ここ帰れるか。お許しください。崖は掴めたと。あー深かった。あれ割と適当に切ってても当たるから便利だな。爪楊枝には珍しく持続ある方だしね。確かに F だったか。もっとよこせ。あぶね、何してくんだ。メタの下調全く届いてないの笑う。無事ね。いい展開維持。できればこの持続で潰しに行きたいんだがな。けどドリルにかかると壊されかねないから注意よ。確かに怖いんだがドリルしないっぽい。あ
やったぜ。おい、今のどこからどう見ても当たってただろ。いい加減にしろ。あ、今のウェディ当てたらワンチャンバーストあったか。ありそうだったけど外れたら外したで隙だらけということで。お待ちください。乱されてきたわね。カウンター打ったが何も来なかったぜ。おっと、頭出し読み外れ。行ってみろ。いや、まぐれでしょ。いや、まあ相手が消せ追ってたし。でも展開維持やコンボは安定するようになってきたぜ。あと横 B はやっぱり使える。今回は素早いキャラが多かったわね。ああいうのには間合い管理徹底してダメージレース勝っていかないとだぜ。横 BUS マはヒット確認遅れると当たらんからもっと精度上げていきたいな。